ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティの咲です。今回お届けするテーマはこちら。信じられない。カタールワールドカップで日本代表がドイツに歴史的勝利。海外から鳴り止まない絶賛の声が。ワールドカップカタール大会が2022年11月21日に開催されましたね。日本代表はスペイン、ドイツ、コスタリカといった強豪がひしめく組に入りました。そんな中、サッカー日本代表がなんと優勝候補でもあるドイツに歴史的勝利を収めたのです。一体何が起きたのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。 FIFA ワールドカップカタール大会が2022年11月21日に開催されました。サウジアラビア代表がアルゼンチン代表を破るという快挙を見せてくれたものの、開催国カタールが敗れ、アジア最強のイランがイングランドに大敗。オーストラリアもフランスに強さを見せつけられるというアジア勢に厳しい結果が続いていました。そんな中、我らが日本代表がなんと強豪ドイツに歴史的勝利を収めたのです。そもそも日本のリーグ戦の対戦相手は強豪ばかりです。2022年4月に行われたワールドカップグループリーグ組み合わせ抽選会の結果、サッカー日本代表はスペイン、ドイツ、コスタリカといった強豪がひしめく組に入りました。ワールドカップ優勝国のスペインやドイツと同組に入った日本にとってまさに死の組なのです。例えばスペインは2010年大会において優勝経験があります。12大会連続16回目の出場で世界7位の強さを誇るスペイン。スペインチームの強さを端的に表すなら、華麗なパスワークという点につきます。ほぼワンタッチのみのパスワークで相手ディフェンスを惑わし、やすやすとフィールド中央から切り崩しフィニッシュへと持っていく、その精度、速さにおいてスペインチームの右に出るチームはいないと言ってもいいでしょう。実際に2022年ワールドカップ1次リーグの試合ではコスタリカから勝利を勝ち取っています。コスタリカは日本が初出場したワールドカップフランス大会の8年前、1990年のイタリア大会に初出場。この大会でいきなりベスト16入りを果たし、旋風を巻き起こしたのです。そして2014年のブラジル大会ではウルグアイ、イタリア、イングランドと優勝経験のある強豪がひしめく死のグループを2勝1分けの負けなしで1位通過。さらに日本代表が今回目標としているベスト8にまで進出しています。そして優勝4回を誇る強豪ドイツです。ドイツは1954年、1974年、1990年、2014年の4回優勝しており、ヨーロッパ予選でも1位で通過しました。日本とドイツは過去に2回対戦しています。2004年12月の国際親善試合では3対0でドイツの勝利、2006年5月の国際親善試合では2対2で引き分けとなっています。海外でプレーする日本代表選手はワールドカップの組み合わせ抽選でドイツとの対戦が決まった後に、チームメイトから日本は気の毒だったなと言われたそうです。それほど試合前は日本が勝つことを誰も予想していませんでした。では日本とドイツはどのような試合を繰り広げたのでしょうか。前半序盤、前田選手がネットを揺らす素晴らしいプレーが飛び出します。しかしそれ以降、日本代表はドイツ代表に圧倒的に支配され、ボールを奪ってもそこから先につなげることが全くできず、守備に追われるだけの展開が延々と続いたのです。そこへ日本選手がドイツ選手に乗っかってしまう形になり、痛恨のペナルティーキック、これをギュンドアン選手に冷静に決められ、日本は1点を奪われてしまいます。そしてドイツに先制点を奪われたまま前半は終了しました。後半、日本代表は
3バックにシステムを変更。後半もドイツ選手に何度もゴールに迫られますが、日本選手は何とか切り抜け、前半とは違って相手陣内でもボールを持てるようになってきます。そして名将森保はじめ監督のシステム変更と選手交代策が奏功し、日本選手は冷静に点を決めて、日本は同点に並びました。同点に追いつき、勢いに乗る日本代表。さらにボールを完璧にコントロールした浅野選手がペナルティエリアに侵入し、角度のないところからここしかないという針の穴を通すようなシュートをゴールに突き刺し、日本は逆転。日本はそのまま1点を守りきり、ドイツを破る大金星を挙げたのです。4度の優勝を誇るドイツを逆転劇で破り、世界中に衝撃を与えた日本代表。インターネット上では日本番狂わせを演じて歓喜、地震のような衝撃、驚きの勝利、誰がこの結果を予想できたかといった見出しがずらりと並びました。なぜ日本はドイツに勝つことができたのでしょうか。そのポイントとして、後半からのフォーメーションの変更や交代で入った選手たちが攻撃にリズムを生み出した点が挙げられます。大事な初戦のドイツ戦、森保監督は強豪相手でも受け身にならず、自分たちの意思を持って主体的に戦えるチームを掲げました。そしてハイプレスと後方からパスをつなぎ、相手陣内にボールを運ぶビルドアップを駆使してドイツと渡り合うことを明言していたのです。しかし伊藤選手が相手をリスペクトしすぎて引きすぎていたというように、前半は押し込まれる場面が目立ってしまいました。試合の流れが変わったのは後半、森保監督がハーフタイムに選手の交代とフォーメーションの変更を決断してからでしょう。久保選手に加えて高い守備力を持ち味の冨安選手を投入し、最も後方を守るセンターバックを2人から3人に増やしたのです。前半はサイドから攻め込まれることが多かったことを踏まえ、守備の部分で相手の揺さぶりをケアするという狙いでした。この布陣はセンターバックの一列前の左右にウィングバックと呼ばれる選手を置き、この2人が下がり気味だとセンターバックを含めて5人が後方で守ることができます。これにより日本のプレスも少しずつ効果が出始め、ボールを奪って素早く攻撃に転じる場面も見られるようになりました。この布陣のもう一つの狙いは、得点を取るために攻撃に厚みをもたらすことです。ウィングバックは相手ゴールに近い高い位置を取れば攻撃的になることもできますね。さらに浅野選手、堂安選手、南野選手といった攻撃的な選手を次々と交代でピッチに送り込み、ゴールを狙う姿勢を鮮明にすることで逆転勝ちを収めました。いずれも森保監督の起用が的中した形になったと言えるでしょう。日本の勝利について海外の人たちからは多くのコメントが寄せられました。よくやった日本、あなたたちは素晴らしかった、日本は勝利に値する試合だった、制裁を欠いたドイツチームを戦略的に打ち負かしたね、おめでとう日本、スーパーパフォーマンスだった、日本はワールドカップのたびにこのような試合をしてくれるみたい、なんて楽しいチームなんだろう、なんて試合だ、侍は侮ってはいけないね、日本はいつもハートと決意を持っている、日本のキーパーが立て続けにシュートを防ぎまくって、そしてその後に2つのゴールを決めたことはアニメが現実になったようだった、前半は完全に支配されていたのに、これは少年アニメのようなものだ、これこそ侍メンタリティ、日本人選手の多くがヨーロッパでプレーし、ヨーロッパの対戦相手に対処する方法を知っていることをみんな忘れているな、日本は信じられないくらいいいプレーをしていた、勝利にふさわしいよ、ファンは試合後にスタジアムを片付ける火の打ち所のない振る舞いをしていた、我々のファンは日本のサッカーファンから
敬意というものを学ぶべきだ。なんという試合だ。これまでで最もお気に入りの試合になったよ。ファンタスティックな試合だった。日本に賞賛を。同点になった時に日本が勝つと思ったわ。ドイツは何かがおかしかった。日本の勝利になぜ驚いているのか。今年の親善試合でブラジルを苦しめた。なぜもっと日本を高く評価しなかったのか。日本のプレーに賞賛の嵐ですね。一方、試合中にドイツ代表のリュディガー選手が見せた振る舞いにドイツの大手メディアも疑問を投げかけています。日本は序盤からドイツの流動的な攻撃に苦しめられていました。後半途中、日本の縦パスに走り込んだ浅野選手に対し、リュディガーが余裕を持って制します。その際に両足を高く上げて奇妙なステップを披露していたのです。守備対応をした後も浅野選手に向けて笑顔を見せているようにも映っていました。このシーンを受け、ドイツのメディアはリュディガーは対戦相手をからかったのかと見出しを打ち、勝利を目前にしたリュディガーは多くの笑いを起こそうとしたと言及。またリュディガーは浅野の方を見続け、ニヤニヤせずにはいられなかったようだと説明しています。リュディガー選手は浅野選手自身をからかう意図はなく、残り時間で日本のチームを苛立たせる目論みがあったのではないかと、戦略的な狙いのジェスチャーではないかという推測もされました。しかし結果的に最後に笑ったのは日本となったのでしょう。この挑発的な振る舞いは世界中に広まり、さぞかし恥ずかしいものとなったのではないでしょうか。また日本が勝利を収めたという結果に、ワールドカップの出場を逃したイタリアは大喜び。イタリアにとってこのワールドカップで興奮できる瞬間はあまりないが、ドイツの負けを見るのはその瞬間だとし、日本語でありがとう日本とイタリアのメディアは綴っていました。他の国からも、日本の実力を考えるとショックでも何でもない、日本はもっと評価されるべき、日本は完璧な準備をしたということ、といった声が続々と寄せられ、世界中から日本を応援する声が聞こえてきそうです。アルゼンチンも初戦黒星となり、波乱のワールドカップになるかもしれません。今後も強豪国との試合が日本を待ち構えています。日本選手たちへ心からのエールを送り、これからの試合も精一杯応援していきたいですね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。